全仏オープンで加藤未選手が失格になった件、皆さんはご存知ですか彼女は相手コートに返球した際、ボールガールの頭部を直撃し、死神から警告を受けました。しかし、相手ペアのブスコアとソリベストルモは、彼女は血が出ている。わざとやったんじゃないのと、質要に抗議し、結果的に失格処分となりました。この件でブスコアとソリベストルモは猛烈な批判を受けていますが、一方で彼女たちを擁護する声もあるんです。スペインの新聞、MARCA。では、彼女たちを責めるのは企業を間違ったのは大会の運営側、批判をしている人たちは 難しいルルールをよく読むべきといった意見が寄せられています私の意見としては、確かに彼女たちの抗議は過剰だったかもしれませんが、最終的な失格判断は大会運営側が下したもの。彼女たちだけを責めるのは筋違いです。また、加藤選手自身もゴールガールとの2ショットを公開し、元気にゴールガールのボランティアを続けていると聞いて嬉しい、とコメントしています。この件から学ぶべきは、スポーツマンシップとルールの理解の大切さ。選手たちも感染する私たちも、互いに尊重し合い、ルールを守ることが大切だと思います。皆さんもどう思う あれますかコメント欄で意見を聞かせてください。